はい、ということでね、黙々金曜日、配信をね、始めていきたいと思います。今日もぶち決めていきましょう。よろしくお願いします。なんかね、副題でね、のんきゅう番で遊ぼうって話になったんですけれどもね。今日はいただいたこれを捨てみたいと思います。何なんですかね、これ。わかる方いますかね、これ。まあ、グルカなのは間違いないんですけれども。グルカの何なんですかね、これ。お、慶翔さん、こんばんは。ハバノスばっかり吸ってるので、ノンキューバン吸わないのかっていうふうにね、聞かれることは結構あるんですけれども、ノンキューバンもね、吸います。ただ、自分で買って吸うことはまずないっていうだけで。シガーメディアアソシエーションっていう団体があるんですけれども、これアメリカの団体ですね。で、シガーメディアがだけが入れる、協会なんですけれども、一応日本人で入ってるのが俺だけなんですね。勝手に入れるわけじゃなくて、先方から任命されるんですけれども。それで、ノンキューバンのシガーをね、年に1回ベスト10を決めるために、新作とかはね、そこから送られてくるんですよ。それで投票するので、まあ、大体把握はしてるんですけれどもね。でも、吸ってもね、SNS に上げたりね、YouTube とかに上げたりしないのでね。なので、ただライブとかでね、やる分にはいいだろうということで、俺もこれ吸ったことないのでね。これは、メーカーはグルカですね。日本でもたまにノンキューバンでね、扱ってるところが入ってきたりするので、グルカっていう名前とかね、聞いた時のある人はいるかと思うんですけども、まあ、グルカのプライベートストック、アブエロっていうシガーなんですけれども、お疲れ様です。そっちが見えないせいか、若干音ラグ出ちゃってますね。嘘、ラグ出てる。設定がね、めんどくさいんですよね、これ。あ、本当だ、音の方が先だ。まあ、それは配信しちゃってるんでね、後でね、次回までにね、調整するっていうことでね。あ、っていうか、マロ君ちゃん、こんばんは。そうっすね、なんか、キリアキさんもこんばんは。テレビとかでね、ニュースとかでよく、こう、遠隔地でね、スマホとかでね、対応してるリポーターの人とかも、ちょっと、音と 映像がラグってる時があると思うんで、それみたいなもんだと思ってもらえる。まあね、ちょっとね、吸ってみましょう。じゃあ、これ。吸う前にね、これがどういうもんかね、ちょっと見てみましょう。はい、どう。わあ、俺の顔が隠れてる。
販売サイトね、探してね、ノンキューバンのね、アメリカのサイトなんですけれども、見つけました。グルカプライベートセレクト、ロン・アブエロ・アネホ・チャーチル。チャーチル？チャーチルにしてはちょっとでかいような気がするけれども アブエロっていうのはね、ラムのメーカーですね。だから、このラムに合うとして、グルカが出した葉巻なんじゃないのかなと思います。でもなんか、この上の部分のね、封印はね、ウイスキーみてえだなと思いますけれども、メーカーズマークみたいですよね、これ。調べてみるとね、日本でも並行品で入ってんですね、ロン・アブエロ7年。ここにもね、ちょっと見えづらいんですけど、7年って書いてるので、これ用に作られたのかなと思います。グルカのホームページにもね、このように書いてあります。何やに？トフィーとココアのフレーバー。大変甘いニカラグアシガーですっていうふうに書いてありますけれどもね。本当かな？まあ、吸ってみましょう、これね。どうやって取るんだこれ。この上のローの部分取らないといけないですよね、まず。指で切れない。シガーカッターもそうですけど、扱うときはね、注意してくださいね、刃物を。ギロチンとかもね、一応あれ刃物なので。シガーバーとかで葉巻きするときにね、流血したりしたらね、とんでもないじゃないですか。お、取れますね。こんな感じで。この葉巻きはね、グルカ自体は何本も吸ったときありますけれども、このシガーを吸うのは初めてです。ベタベタする。プラスチックの試験管みたいなのが入ってて、これがチューボスになってるんですね。この特別感のあるチューボスとニカラグア、実質ハワイアンシガーですね。大変だったね、一緒に吸ったハワイアンシガー。メーカーズと同じところなら赤いところを無理やり剥がせるはず。いや、なんか中にテープが仕込まれてました、こんな感じで。ただ、このテープがベタベタする。発酵じゃないけど、変な香りがするな。御開帳、うわすんごい色だな、これ。これ。わかります？わかりづらいと思うんですけれども。ラッパはマデューロだけれども、なんかまだらになってますね。ほんとすごいよ。発酵じゃないよな。でも本当にね、なんかね、お酒スピリッツっぽい香りがする、これ。一応着火する前に、リングとか見てもらえますか？見えるかな、これ。この照明だと見えづらいかもしれないんですけれども。まあ、ノンキューバンはそうですけれども、リング派手ですよね。でっかい。ハバノスとの違いはね、これですよね。パッと見でわかるという。一応ダブルリングになってるんですね、ここのところ。タバコの葉っぱ以外の香りもするんだよな。まあちょっと吸ってみましょう。
いただき物でね、一応自分でも加湿したんですけれども、どうなってるか。やっぱこれなんか酒かなんか染み込ませてるんじゃないのかな。まあ火つけてみたらね、染み込ませてるかどうか、着光かお酒をとかね、なんか香料混ぜてるかとかはね、すぐわかるので、香りで。着光臭いな。美味しくない。美味しくないんですけれども、これ美味しくないですよ、誠一さん。誠一さんっていうのは、このシガーをくれた方なんですけれどもね。今も見てますね、これ。俺の知ってる中では、この配信を、スマホとか PC じゃなくて、テレビで見てる人がね、3人いるんですけれども、テレビ見てるからってね、スマホ手元にあるでしょ。それでコメント打てるでしょ。打ってください。ハマー町でも、ハゴ酒樽の中で数ヶ月間寝かせたバレルなんちゃらみたいなやつありますよね。ありますね。まあ着光なんですけど、葉巻の葉っぱはウイスキーじゃないので、樽で熟成ね、するんじゃないっつうの、お酒作った樽で。これの話をしましょう。なんかね、嫌なコクがありますね。タバコの味はね、薄いです。ハバノス風に5段階で言うのであれば、ミディアムライト。見た目ほどのね、インパクトはね、味にないです。そもそもこれ、チャーチルって言ってるけれども、ほんまにチャーチルなのかな？チャーチルだと、リングゲージが47で長さが178ミリのはずなんですね。調べてみましょう。178ミリより長いですね。まあ長さは誤差的なものがあるので、ハバノスであれ、ノンキューバンであれ。まあ、ありえないことはないけれども、リングゲージは47だ。まあ、チャーチルと言えるでしょう。若干長いですけれども。でね、味が扁平ですね。ハバノスと比較すると、味に積層感があるんですよ。まあ、奥行きと言ってもいいんですけれども、ノンキューバンはね、それがあんまりないのが顕著なんですよね。で、この葉巻は、そうですね。それが強いです。こういう葉巻は、ずっと
吸い切るまで吸ってっても、変化がほとんどなくって、途中で飽きてくるんですよね。うん、ただ煙の味しかしないっていうことに、もうみんなそれが苦痛で途中でやめてしまうっていうのが多いケースだと思います。リングはね、この通りかっこいいんですけれどもね。確かにね、グルカのさっきのホームページにあった通り、レザーの味はね、きっちり感じます。強めにすると確かにレザーが出てきます。レザーとウッドだな。トフィーって書いてありましたけれども、糖蜜みたいな甘さとかはあんまり感じないですね。ハワイアナの弱上位互換ですね。そうですね。もう一回、さっきのね、見てみましょう。プライベートセレクト。これ、グルカのホームページなんですけれども。ブレンドストレングス、強さミディアムってなるけど、そこまで感じないな。ちなみにネットショップで売ってるの見たところ、珍しいな。30本入りのセットなんですね。なんか、台座にぶっ刺さってますけれども。どうやってパッケージングされてんだろう、これ。で、346ドルだから、1本11ドルぐらいってところですか。11ドルなら、まあいいかってところかな。ただ11ドル払って買うかっていうと、かなり微妙だな。自分は買わないだろう。なんだろうね。ハバノスでもビターっていう風な表現はするんですけれども、これもビターなんですけど、ビターって、旨味を含んだビターのことを指して言うんですよね。これは、ビターじゃなくて苦いです。美味しい苦味？味覚として心地いい苦味ではないですね。誠司さん、これダメですわ。じゃあね、ちょうどいい機会なので、着光シガーっていうものについても話をしましょうかね。着光シガー、着光シガーって言うんですけれども、日本語で言うなら、客席の着に、香りの香で着光シガーって言ってるんですけど、フレーバードシガー、フレーバーシガーみたいな感じでも呼ばれます。
クレーバーシガー、着光シガーっていうのはね、昔は存在しなかったんですよ。一つの転機になったのが、キューバ革命ですね。キューバ革命が発生するまでは、キューバのシガーを一番買っていた国っていうのはアメリカなんですね。まあ、今でもアメリカが世界中で葉巻の消費で言ったら一番なので、アメリカ人ってすごい葉巻大好きなんですよ。で、キューバ革命が起きてキューバから葉巻が入らなくなった時、アメリカは、まあ、ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスとかに、タバコ農場を作らせて葉巻を任せるようになったんですね。それが今でも続いているノンキューバのシガーを生産している国なんですけれども、まあとにかくキューバ以外のところから葉巻を引っ張ってきた。で、アメリカ国内での需要を満たそうとしたんですけれども、質が悪いんですね。急ごしらえで作って、さあもう製造して販売するぞっていう風なところになっても質が追いつかない、美味しくない、単純にっていうことで、その粗悪な葉巻を吸うためにどうしたかっていうと、スモーカーがね、ウイスキーとかコニャクとか、まあ、バーで飲むじゃないですか。その時にシガーも吸うわけなんですけれども、シガーの吸い口をお酒に浸してなんとか味をごまかして吸ったんですね。それが、フレーバーシガーの、源流の一つです。要は後付けで葉巻に味をつけてなんとかごまかして吸ったっていうふうなことなんですけれども、今はね、例えば日本ではもうキューバ産のハバノスが普通に手に入るので、高品質な葉巻に着工する意味はないんですね。理由を考えれば、美味しくない葉巻をなんとか吸うためにお酒とかに浸して味をつけて捨てたので、もともと美味しい葉巻はそういうことをする必要ないんですよね。でも映画なり本なり写真なりで、まあそういう風なのをね、見たり聞いたりした日本人がね、バブルの頃でしょうね、日本には普通にハバノスが入ってくるんですけども、キューバシガーでもそういう風にお酒に浸して吸う、これがだってそういう風に聞いた正しいやり方なんだ、昔からそうなんだっていう風に言う人が今でもいるんですよね。それはね、間違いです。成り立ちを考えれば、分かります。ただそういうふうにフレーバーをつける、お酒に浸すみたいな感じでの、葉巻っていうふうな、カルチャーが生まれたのもまたそれも現実の一つなので、それでね、味と香りを後付けでしている、葉巻っていうのは今でも生産されています。まあそういう風なのがね、好きな人もね、中にはいるんでしょう。ただハバノスにはないです。さっきも言った通り、最初から味わいにね、なんか足したりして、ごまかす必要はない、高品質なリーフを使ってるので、そういうふうなことになってるわけですね。こんばんは、ブラックブラックさん。ガムみたいな名前だな。カメロンさん、お邪魔します。シガー勉強中です。どうぞどうぞ。本来、葉巻っていうのは、タバコの葉っぱを発酵させて、そこで生まれる、独特のね、味わい。それがね、タバコ以外の味もするんですけれども、それを楽しむっていうものなので、だからね、無理くりね、味をつけてるっていうふうなのは、まあ、要は、なんか添加してるわけなので、加えてるわけなのでね、自然な味ではないんですよね。まあ、ノンキューバンメーカーはね、
薬品とか添加してたり、葉っぱを薬品処理とかしてるメーカーとかもあるので、着工とかもね、お手の物でしょう。お、五郎さん、こんばんは。対戦よろしくお願いします。お願いします。一つの例として、シガーのこのラッパーの色ですね。一般的には5段階あるんですけれども、サバマスの基準で言うと、一番濃いのはマデューロって言うんですね。濃い茶色なんですけれども、ノンキューバンのシガーの中には、オスクーロっていう色もあるんですね。オスクーロっていうのはどういう色かっていうと、真っ黒です。茶色が入る余地もない、本当に真っ黒のことをオスクーロって言うんですけれども、オスクーロはね、ハバノスには存在しないんですよ。というかね、タバコの葉っぱをどんなに熟成しても真っ黒にはね、絶対ならないんですね。でも、昨今の流行りで、色が濃ければ濃いほど葉巻は美味しいっていうふうに、思う人がね、結構いるんで、それはね、市場でね、そういうふうな人が多いから、そういうふうなニーズを汲み取って、ノンキューバンのメーカーの中には、オスクーロっていう本当に真っ黒のラッパーで仕上げるメーカーもあります。で、どんなに熟成しても真っ黒にはならないので、どうするかっていうと、薬品処理するんですね。巻く前の状態の葉っぱに薬品とかを添加して着色するわけです。要は、こんばんは。いつも勉強させてもらってます。葉巻マスターさん、勉強しましょう。賢秀さん、色が濃い、発酵期間が長いという認識で合ってますかね。ちょっと違いますね。スパスパしてるけど、すげえまずいから苦痛なんですけれども。まあいいや、発酵期間が長いと色が濃くなるかどうかっていう話をしましょう。基本的には、発酵させる期間、熟成させる期間ですね。あと、時間が経てば、色は濃くなっていくものなんです。けれども、大元の葉っぱの色によって、どのぐらい黒くなるかっていうふうなのは、限界があります。なので、元から濃い葉っぱの色、濃い色の葉っぱを使えば、短期間で茶色くすることができるんですね。で、シガーのこのラッパーっていうのは、通常中に入っているフィラーバインダー用の葉っぱと違うものを使って、薄い葉っぱを使うんですね。で、ラッパー用の葉っぱを薄くする、厚みを薄くするためにはどうすればいいかっていうと、日に当てないんですね。日陰栽培っていうふうなのをします。そのラッパー用の畑の上に、白い木綿の布をかけて、直射日光に当てないようにするんですね。で、日に当たらなければ葉っぱは、厚みを作ることができないので、薄くなるんですね。そういうふうに、要は日に当たってない葉っぱは薄くで、緑色になります。どちらかというと。で、日に当てるとね、葉っぱは厚くで褐色になります。で、要は元から茶色みが強い葉っぱの方が、発酵させたとき、熟成させたとき、時間が経ったとき、さらに色が濃くなりやすいんですね。なので、マデューロのラッパを作るとき、玉響のタバコ農家さんは、ラッパー用だけど、わざと日に当てたりするんですね。日に当てると、ラッパー用の葉っぱが分厚くなって、何がメリットがあるかというと、葉巻を作りやすくなるんですね。
玉金はあの工場とかのね、動画とか俺もアップしてるんで見たときある人いるかと思うんですけれども、カッパでね、一番ダメになりやすいのがラッパーなんですね。薄いから厚みが。破れやすいんです。でも、日に当てて褐色、色を濃いめにしたラッパーだと、葉っぱがそれより分厚くなるんで、葉巻を巻くときにね、失敗しづらくなるんですよ。これのメリットは、生産者からすると、育てやすい。で、ユーザーがね、全体的に一般的に好まれやすい色が濃いマデューロのラッパーを作ることができる。で、ユーザー側は、色が濃いな、美味しそうだなっていうふうなね、葉巻がね、作ってもらえるっていうことで、ウィンウィンになるんですよね。ただ、伝統的にラッパーっていうのは薄い方が品質が高いっていうのが大前提としてあるんですね。なので、色の濃いラッパーが好まれるようになったのは、ここ10年、20年の流行りなので、長い幅の歴史の中で言うと、いわゆるカンデラって言われる、ちょっと青っぽい、ラッパーの色が明るいっていうのが高品質とされてきたんですね、歴史的に。なぜかというと、色が明るい、要は褐色でない、日に当たってない、厚みが薄い。厚みが薄いラッパーを使って葉巻を仕上げてる。その工場、ブランドは、質が高い。うまい職人がいる。っていうふうなことになるわけです。熟成とは逆のカンデラは若くて傷つきやすいから、熟成トルセドールしか負けないって聞きましたけど、どうなんですかね。そう、その通りです。今俺が説明した通りです。なんね、もともとロメオ・フリエタとかは明るい色のラッパーしか使わないメーカーとして立ち上げられたっていうふうな前提があるので、昔のロメオとかの詩が見るともう50年60年前のやつでも結構ね、青光りしてるんですよね。今黒い色が濃いものが高級っていうふうなね、何でもそういうふうになってますけど。ね、カードもブラックカードがいい、車のホイールも黒い方がいいみたいな感じになってて、黒が高級品っていう風な感じなのも、多分マデューロラッパーのシガーがもてはやされてる理由の一つだと思うんですけれども、こんばんは、こんばんは、ご無沙汰しております。絶賛インフル中なので、僕はハバノスをぶち決めさせていただきます。はい、ハバノスの方がいいです。俺も吸いたいです。例えばシュワちゃんはノンキューバンをウイスキーに浸して吸ってた YouTube がありました。そういうね、違うオフショナーとか何かが、アメリカの葉巻雑誌なんですけど、が、多分撮らせてくれみたいな感じでやったんじゃないのかなと思うんですけど、やってくれってそういうふうに、お願いしたんじゃないのかなって思うんですよね。そうでなきゃわざわざね、今世の中に出回ってる葉巻、ノンキューバンでだろうと、キューバだろうと、生産技術上がってきてるので、まずい葉っぱっていうのはあんまないんですよね。わざわざ味をごまかして、お酒の味をつけて吸わなければならないほどのっていうのは。だからリクエストを受けてそういうふうにやったんじゃないのかなって思うのが一つと、あとはさっきも言った通り、昔そういうふうに教えられたから、これが正しい葉巻の吸い方なんだっていうふうにもう思い込んでる人もいるので、ね、日本でもいるじゃないですか。テキーラじゃなかったでしたっけ？ 何のお酒に浸したかはわからないですけれども、まず第一に、道理を考えてもらいたいのは、例えばバーとかでお酒出てくるじゃないですか。で、そのお酒に葉巻のヘッドを浸したら、お酒もダメになりますよね。普通やるって話なんですよ。それ考えたら。
でもね、その吸い方でもう出来上がっちゃってる人は、ね、何言っても分かんないだろうし、言っても無駄なので、ね、バーで言い合いするのもアホくさいから、まあ気にしなくていいと思いますよ。ああ、まだそういうことしてる人いるんだな、珍しいな、みたいな感じで。ね。五十嵐さんは年に何回ほどのんきゅうばんの葉巻をぶち決めるんですか？いや、もらったり、新作がね、手元に来たりしたら、吸いますよ。何回っていうのは、ちょっと数えたときないですけれども。映画監督にテキーラに浸したらうまくなるって教えられたって言ってました。まあ、じゃあ、その映画監督が、すごいクラシックな やり方が好きな人だったんじゃないですかね。でも、シュワちゃんぐらいのね、立場の人だったら、アメリカにいてもキューバシュガー手に入れることはできるだろうから、わざわざそんなことする必要ないですね。キューバシュガーをお酒に浸すのは、愚行です。やる意味は全くないです。まずくする行為なので。煙は出るけどね、全然味の変化がしないし、むしろ味がなんか薄くなってきたような気がする。その煙もなんかすごいザラザラしたタッチで喉がいがらっぽくなるし、レザーですね。でもね、ふーって吹いた後のアフターが、ほんのわずか、お酒を飲んだ後みたいなアフターも連想させるようなのがあるんで、ちょっと染み込ませてるのかもしれないな。でも葉巻の発酵で生まれるコクって、蒸留酒コニャクみたいなコクとね、すごいね、酷似してるものもあるんですよね。だからね、一概にこれがね、酒を浸して作ったかとはちょっと判断できないんですけれども。ね、ラムの名前がついてるシガーだから、それのね、イメージもね、どうしてもくっついちゃうっていうのもあると思うんで、なんとも言えないけど。アメリカで販売されてるシガーは吸った煙が多く出るイメージがあります。確かにね、ノンキューバンってね、煙量、煙の量が多いんですよね。ハバノスに比べると。まあね、はっきり言ってね、グルカ自体美味しいなって思った葉巻はないんですけれども、これもまあそうですね。コンディションの良し悪しもあるとは思うんですけれども、味わいがね、扁平なんですよね。フラットで、味の手数に乏しい、厚みに乏しいっていうかな。ノンキューバンだと吸ってても、味が1個しかしないんですよね。でも、ハバノスとかだと、吸ってると何種類も口の中で味するじゃないですか。その違いなんですよね。まあ、ちょうどいい機会だからね、このグルカっていうブランドについてもね、塩分を増やしてみましょう。はい、どうも。2016年の記事ですね。グルカのウルトラプレミアム葉巻がアジアを席巻。共同通信の PR ワイヤーですね。ハマノスとかもプレスリリースに使うやつなんですけれども、シガーメーカーは大体プレスリリース出すときにこの PR ワイヤー使いますね。よく見たらなんかこれ使うと、この PC のウィンドウ出すと俺の顔が見えなくなる。 あ、読んでみましょう。グルカのウルトラプレミアム葉巻がアジアを席巻。
品質と一貫性で際立つ非キューバ産葉巻が大好評。超プレミアム高級ブランドや一流企業といえばルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー、パテック・フィリップ、ロールス・ロイスなどが上がる。しかしアジアで会話が葉巻に及ぶと出てくる名前はただ一つ、グルカ。でっかく出たなぁ、すごい。豊かさを理解して認める市場における世界で最高の一貫した偉大な葉巻への要望がグルカの価値あるプレミアム葉巻に需要を生んでいる。アジアではこう言われる。100万長者はダビドフを吸う、しかし億万長者ならグルカを吸うと。グルカ葉巻がアジア市場に登場し、たちまち大好評を博した。これはちょっと言い過ぎなんじゃないのかな。まずくてもしっかりテイスティングするんですね。葉巻へのリスペクトですね。そうですね。ノンキューバンでも、特に人からいただいた葉巻とかでも、もしくは自分で買ったね、葉巻であっても、いや、これ美味しくないなっていうのでも、全部吸います。なぜなら、これも一本一本、職人さんが作った葉巻で、その前はタバコ農家の人が人ない、そのタバコのね葉っぱを育てて作り上げたものなので、まずいなっていうのはね簡単なんですよ。で、俺もねハバノスであってもまずいものはまずいなっていうふうに言います。で、途中で嫌になったら捨てちゃってもいいとは思うんですけれども、別にそれを見ても俺はどうとも思わないですが、俺は一応全部吸います。反省です。反省する必要は別にないです。葉巻はただの葉巻なので、それ以下でも、それ以上でもないので、どう扱おうが、それをね、手に入れた人の自由です。ただ俺は、葉巻で、自分の身を養ってる身なので、まずいものはまずいなりに答えを出さないといけないし、それ自体が経験なりスキルとかになるのでね、なので吸います。だからどっちかというと打算っていうのも確かにあるんですけれども、まあリスペクト半分打算半分みたいな感じなんじゃないんですかね。なぜなら美味しいものっていうのは美味しいから吸う。で、美味しいから理由探すっていうのもね、楽しいし、簡単。楽しいから簡単なんですけれども、まずいものをね、なんでまずいんだろうっていうふうに突き詰めて研究するのも、美味しい葉巻のためにも、ちゃんとしたね、肥やしになるので。カメロンさん、でも吸うたびに少し悲しい顔になるんですけどね。よく見てる。それはね、美味しくないなっていうものを口にしてね、ニコニコするやつはね、なかなかいませんから。ね、ノンキューバンのね、ハバノスと比べてね、一つね、いいところはね、だいたいドローがいいんですよね。ドローの悪いノンキューバンってまあないです。で、ノンキューバン、ノンキューバンって言いますけれども、俺はノンキューバンの中では、ダビドフはね、すごいブランドだと思って認めてるんですよ。なんか偉そうな言い方ですけど。ダビドフというのはね、1990年になるまで、他のキューバンシガーと同じ、キューバ、にあったブランドで、そこのキューバ産のリーフを使ってキューバの工場で巻いて作っていたんですよね。まあ、その当時のダビドフはキューバンダビドフというふうな名前で呼ばれて、もう生産されてないので、非常に高値がついて市場に出回ったりするんですけれど、
他のね、ノン9番のメーカーは、革命でキューバから亡命していった資本家とかタバコの工場主とかがドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスで作ったメーカーなので、どうしてもね、キューバのまねっこが多いんですよね。でもダビドフはそこのところ一線を画していて、ノンキューバのタバコの長所をそのベクトルを生かす葉巻作りをしている。だからハバノスに追いつけ追い越せではなくて、持ち味を生かせっていうふうにやってるので、だからノンキューバの中でダビドフっていうもう一つの分野を築くことができたと思うんですよね。ではね、そこのところの成功も見てるので、ハバノスは。だからハバノスもダビドフのね、経営戦略とか販売戦略はね、そこから結構学び取ってるんですよね。ではね、ダビドフは自分でも時々たまに自分で買っても吸いたいなっていうふうに思うノン9番メーカーです。アーさん、はじめまして。はじめまして。あーって名前、葉巻の吸い方めちゃめちゃかっこいいです。葉巻の片燃えした時ってどうしてますか？あー、まずね、原理的に葉巻って片燃えしても最終的に吸い進めていくうちに収束してきます。なんでかっていうと、こういうふうに螺旋状に作ってるので、斜めに燃えてっても勝手に葉巻自体が吸い進めてる間に自分で修正しちゃうんですよね。でもずっと放置してたり、あるいは、湿度が偏って入ってたり、あるいは部屋の空調であるとか、まあ風の当たり具合とかですね、いろんな理由で、修正最後までされない時もあるので、最後になるまでわからないので、そういう時はね、もう一回火をつけてあげましょう。で、吸ってる途中に火が消えた時とか、あるいは斜めに傾いした時とかは必ず灰を一回落とします。これもちょっと斜めになってるので、燃えてないところをね、もう一回火をつけてそこだけ燃やしてあげればいいです。片燃してるときは気になるのは一応は見た目だと思いますけど、あとはスムーズに灰が落ちなかったりするのでね、どっちにしろスムーズな喫煙ができないなっていう風なところまで片燃したら、もう一回再着火してあげればいいと思います。私はタバカレラのダブルコロナは好きです。好きですが。そうですか。前回パンチがデイリーとおっしゃっていたと思いますが、一番好きで特別な葉巻ありますか？まあデイリーっつっても、ずーっと一生それ吸ってるっていうわけじゃなくて、10箱ぐらいね、まとめてガッて買って当分それをデイリーにする、次また別の10箱ぐらい買ってガッてするっていう風な感じで、今はデイリーはほとんどピカドレスになってるんですけれども、一番好きで特別な葉巻は、一番好きなブランドはハバノスのラ・グロリア・クバーナですね。それのメダルドールナンバー2っていうね、ロンズデールのシガーがあるんですけれども、それが一番好きです。ただディスコン、つまり廃盤になってしまったので、もうね、新しく手に入ることはないので、時々吸ってあげてます。あの世に持っていけるわけではないのでね、葉巻は吸うために作られてるので、どんなに好きでね、貴重な葉巻でもね、吸い時逃したら、それが一番悲しいので、吸ってあげるようにしましょうね。
リングとかダブルリングは捨てる間にね、火が近づいてきたら、途中で切ってあげればいいんですけれども。初見です、こんばんは。これね、今リング取ったら、これ分かるかな？かなりね、何かが染みたね、後でね、変色してるんですよね。これね、葉巻のオイル分ではないはずなんですよ。だったらこんなにね、褐色にね、色がつかないので、葉巻に何かつけて、しませて、入れていて、それが揮発して、この紙についたんじゃないのかなと思うんですよね。ニカラグアハマキの印象を教えてください。個人的には結構重いハマキが多い印象なのですが。ハマキがね、重いっていうのと、味が濃いっていうのは、また別なんですよ。俺の中では、ノンキューバの中でニカラグアシガーは、重いというよりも味が濃いって感じですね。ノンキューバのシガーで多いんですけど、味が濃いのはいいんですよね。濃いっていうのはどういうかことかっていうと、例えば日本で言ったらソースみたいな濃さです。ブルドックソースとかああいうのあるじゃないですか。ノンキューバンと比べる、あ、ババノスと比べるとノンキューバンってそういうソースみたいな味が濃いなっていうのがあるんですね。強い、重いっていうのはノンキューバンシガーであんま思わないです。重いっていうのは強いっていうことだと思うんですけど、重いシガーだとハバナスのボリバーとか、あとラムアロネスとかを吸ってもらうと、わかりやすいと思います。たまにノンキューのリング裏に「サンキューフォースモーキング」って書いてあって優しい気持ちになります。ありますよね。天下一品でラーメン食べた後に丼の底に メッセージがね書いてあるのと同じですね そこら辺はね心にくいですよね。ダビドフをね筆頭にノンキューバンメーカーってね、そういうプロモーションとかねマーケティングがうまいんですよね。逆にハバノスってね、マーケティングにほとんど気を配ってないです。まあ、昔に比べればダビドフとかをね、学習してかなりやるようになってきたんですけれども、黙ってても売れるので、殿様商売なんですよね。ないならないで、スモーカーは飢餓感をね、煽られて、もうどうにかこうにか駆けずり回って探すじゃないですか だからね、売り込むっていうふうなことをね、しないんですよ。まあ、する必要がない、もうブランディングが完全に成功してるっていうことの一つの表れだと思うんですけれども。ところで一つ聞きたいのは、これ今コメントを LINE 風に吹き出しでね作ってるんですけど、前回の背景が透明なやつと今回のどっちがいいですかね？これは見てるユーザーがね、優先すべきことなので。ライブやるならやるでね、この
音声と動画の遅延もね、なんとかしないと。抹茶の LINE 流出みたいですね じゃあ、とりあえずこの LINE っぽいやつでね、やっていきましょうか。これね、あとはね、遅延をね、なんとかしないとね、いかんっすね。五十嵐さん、今日は楽しい夜ありがとうございました。お休みの時間ですか？ありがとうございました。まあ、言うてもね、1時間ぐらいやってますからね、チャーチル1時間で吸い切るのは無理なので。画面に残るので、メッセージのやり取りが分かりやすいと思います。今回のがカジュアルで好きです。まあね、そうっすよね。こっち半分がね、文字で丸ならね、別に構わないと思う。しかしこれ味の変化がないな。ただ単に煙を吹かしてるだけみたいな感じなんですよね。ダビドフのシザータイプのカッター使うか悩んでるんですが、高くて買えません。おすすめのシザーのカッターありますか？これね、シガーカッターについてね、語ってるね、俺のチャンネルの、動画も一回見てみてください。まあ、シザータイプだったらね、なんだろう。製造国だったら日本かドイツがいいと思います。刃物な。俺が使ってるのは、この刀ですけれども。他にも、自宅では、これは象林剣ですね。のシザータイプも使ってます。ギロチンと比べると、ギロチンは、外出先でも使えるんですけれども、やっぱりね、一番切りやすいのはね、このシザータイプなんですよね。刃先が見えるっていうのもあると思います。まあ、いろいろ使ってみてね、自分に合ったものをね、使えばいいと思うんですけれども。そんなにね、シガーツールってね、高いものをね、使わなくてもいいんですよ。自分の手に馴染めば。値段よりもそっちの方を優先するのがいいと思いますし、高いお金払うんだったら、そのお金でね、葉巻買うっていうのが一つの選択肢なので。井原さんに見習って刀を使ってます。お。俺がおすすめして刀買った人結構いるので、そろそろ表彰状でもくれてもいいんじゃないのかなっていうふうに俺思ってるんですけれども、製造元知ってるんで。300円のギロチンを2年間使ってます。お、物持ちいいですね。そう、値段ではないので、シザーは切れ味なので、使っていくうちにだんだん刃が丸まってったら、研いであげればね、ずっと使えると思います。うん、カメロンさん、カッターの動画見ました。おっしゃる通り、すぐ切れればいいに落ち着きました。そうです。目的はね、カッターは、シガーのヘッドを切るためにあって、ライターは、葉巻に火をつけるためにあるので、切れれば、つけば、ぶっちゃけ何でもいいんですよ。その次に、自分の手に
合うかどうか。で、3番目にそのアイテム自体を愛せるかどうか。では形とか成り立ちとかブランドとか歴史が自分が好きかどうかとか、いうふうな感じですね。オリジナルグッズ作りましょう。オリジナルグッズならここにあるんですけれども、ね、いつも使ってますよ。シガークラウン。あとライターとかね、こう、ロットをね、まとめて注文すれば、自分でね、好きなロゴとかマークとか入れられるんでね、そういう風なのがあっても面白いかもしれないですけど。抜けた、リングが。これね、リングがスカスカでね、取れるんだったらスポッて取ればいいんですけれども、なかなかね、喫煙中に切れないやつとかあったりするじゃないですか。まあ、それもそれでね、アバノスの場合、リングを巻く職人もいるので、役職で。そういうふうにね、ノリがきつい、ゆるい、取れないとかいうふうなのもね、味の一つなので、楽しんであげましょう。もう中盤を過ぎてそろそろね、中盤に差し掛かるぐらいなんですけれども、全然ね、味のね、変化がね、出てこないんですよ、このシーが。最初から最後まで同じ。飽きてくる。ユーラスさんの力でシガークラウンを再販してください。シガークラウンをね、作ったのはね、俺の友達でね、デザインとかね、作るとき、俺も一緒に協力して、一緒に作ったんですけれども。これね、なかなかね、作るのね、単価が高いんですよね。だからね、全然ペイできないので、ワンロットで終わったね、幻のシガーツールなんですけれども。まとまった数がね、もう最初に予約販売とかするんだったらね、いいかもしれないですね。今日、エルレイデルムンドのデミタスをぶち切れましたが、乗り付けがきつかったです。小さい葉巻は特にそういうのがね、ありますよね。取れづらいです。あと特に若いね、葉巻だと、葉巻自体にもうのり付けされてて、べったりくっついてる時とかがあるんですよね。生産されてから5年、10年とか経ってるやつとかは、もう自然とのりが剥がれてきてるんで、あと葉巻も痩せてくるんで、スポッて取れたりするんですけれども、若い、あとちっちゃいやつはね、取れづらいですよね。SY さん、1週間ほど出張でプレミアムシガーを持ち出すんですが、おすすめの方法ありますか？ちなみに北海道内です。玉木をね、外に持ち運ぶときシガーケースとかいろんなメーカーから出てるから使う人多いと思うんですけれども、要はね、密閉できるかどうかってことですよね。革製のシガーケースとかだと、確かに持ち運び便利だけど、こう、開ければ分かるけど、隙間とかがあるじゃないですか。そうするとね、湿度が抜け放題なんですよね。まあ、そういう移動する間は熟成なんか見込めないですから、要はどれだけ湿度を逃がさないかっていうふうなことになるので、革製のシガーケースとかだったらサイズが合ったジップロックとかをにさらにそれに入れて封をしてあげるといいかもしれないです。でそのジップロックに一緒にねボベダを入れてやるとか、
あとはね、アマゾンとかでもシガーキャディっていう名前、商品名の、まあ言ってみればペリカンボックスですね。ゴムパッキンがついてて密閉できるやつ。それに入れるのも一つの手だと思います。なかったっけな。そうね、シガーキャディって調べると、いろいろ出てくるんですけど、アマゾン見てみましょう。うーん、あんま出てこないな。こういうやつですね。こういうやつ。ここにゴムが切ってあってパッキンになってて密閉できるやつですね。海外とかね、アメリカの製品なので、ネットショップとかで購入はできますよ。一度キャンプで高原に持ち出したことがありましたが、1時間ほどで不要風に湿気を吸って火がつかなくなりました。 これね、持ち運ぶときことさらね、湿度が抜けるのを気にして、シガーキャディの中に、葉巻にくっつけてボベだとかを入れて、結果的に過加湿、オーバーウェットになってしまうっていうのが結構あるので、そこは気をつけてください。だからね、持ち運ぶときはね、チュボスとかが便利なんですよね。チュボスのシガーを、シュボスから出さないで、そのままシュガーキャディとか革のシュガーケースとかに入れて、持ち出す。チュボスっていうのは葉巻が入ってるアルミとかの、筒ですね。試験管みたいな形してる。あれはね、中に入ってる葉巻を吸っても、そのチュボスは捨てないで再利用してください。大きいやつとか、それよりちっちゃいサイズの葉巻は入るので。持ち運びに使ってあげましょう。冬場になってもね、あんまり味変わんないですね。普通葉巻って短くなっていくとどんどん味わいがね、濃くなっていくものなんですけれども、なんないな。あんまり味のしない煙をね、ブカブカ吸ってるとね、なんか機関車になったような気がするんですけれども。そしてね、燃料だけはやけに多いよね。やたらと喉が渇く。なあ。お、でも葉巻捨てるとあれっすね。このライブ配信、結構音と動画遅延してるんですけれども、口元があんまり見えないから
ディレイしてるのがあまり見えなくていいかもしれないです。いやー、これね、終盤になってレザーのね気配がねほとんどなくなって、苦さだな、苦味があるね。ハマキスキーさん、ハマキ部屋羨ましい限りですが、換気とかはどうされてますか？あ、まずこのシガールームですけれども、エアコンは24時間365日回しっぱなしです。で、温度を一定に、で湿度はこの後ろのウェットキャビで湿度は一定にしてます。で喫煙するときはこのカメラだと見えないんですけど、そこに換気扇がついてるんですよ。で換気扇の音がね入っちゃうんで、この配信ソフトの機能でノイズをキャンセルしてるので、ちょっと声がだから電子音っぽく多分聞こえてると思うんですよね。これをオフにするとゴーッと音がします。で吸ってる時は後ろに空気清浄機があるんですけど、それは切っていて、部屋にいない時に空気清浄機を回してます。換気とか空気のねコントロールはそんな感じでやってます。確かにノンキューバンする時いつもよりの音が聞くね。ブラックブラックさん、そうでしょう、ノンキューバンって喉乾くでしょ、煙っていうか、なんていうか、これね俺なりに考えてみたんですけれども、葉巻を吸う人って葉巻の箱とか開けてそれ見て香りとか嗅ぐと口の中にね唾液が出てくるんですよね。これねスモーカーは葉巻を食べ物として認識してるので、味がね連想できるので反射で唾液が出てくるんですよ。食べ物もそうで、美味しいものを食べてる時って唾液が始終ね分泌されるんですよ。だからノンキューバンはつまり人間の体は正直なので唾液が分泌されないんじゃないのかなっていうふうに思ってます。SY さん、とてもためになりました。ありがとうございました。いえいえ。どういたしまして。継承さん、煙に味がない浜郷で虚しくなるものはないですね。そうなんですよね。この前、非キューバンシガー買ってみたのですが、キューバ産がなくて渋々。うん。味がなさすぎて、これならキューバ産シガレロでいいかなってなってしまいました。そう、前の配信の時もお話しましたけれども、シガリロっていうのはシガースモーカープレミアムシガーを吸う人がもう手慰みにね吸うもの、コーヒー一杯吸う間にコーヒー一杯吸うんじゃなくて飲むかコーヒー一杯飲む間に吸うかみたいな、時間がない時とか調整する時とかに吸うものなのでね、それはいいやり方だと思います。そういうことですね。そういうことですよ、ブラックブラックさん。そうだと思うんですよ。だってね、ハマヒ買って、ハバノスね、買って箱開けたらね、それ見たら、唾で出るじゃないですか。唾湧いてくるじゃないですか。これね、
葉巻ドレスボックス、あの紙箱ですね、開けると葉巻がずらーって並んでるじゃないですか。あの葉巻がそういう風にずらーって並んでる状態のことを、キューバシュガーの用語でカマダって言うんですけれども、カマダをね一本もかけなく見るとね、唾湧いてきますよ。で、葉巻のラッパーの色ですけれども、だいたい5色で大まかに分けられてるんですけれども、まあ、上から濃い順にマデューロ、なんだっけ、コロラドマデューロ、コロラド、その下からなんか2色、今ちょっとど忘れしちゃったんですけれども、でもね、キューバで葉巻の箱に葉巻を詰めていく職人がいるんですけれども、その作業をコロレスって言うんですね。コロレスは適当に並べてるんじゃなくて、実は色合いの近い葉巻をグラデーションにして詰めてるので、今度葉巻の箱を開けた時はそこのところをね見ると面白いかもしれないです。葉巻を吸うとお通じ良くなる気がするんですけど、気のせいですかね。これね、気のせいじゃないと思うんですよ。俺もそうなんで。これで配信でバンクだったら嫌だけど、葉巻するとうんこしたくなりますよね。つうか、お通じが劇的に良くなる。なんでなんだろうなと思って、知り合いのお医者さんに聞いてみたんですよ。その人も葉巻吸うので。で、まあ一番は、まあ、リラックスしてるから精神的なものが強いと思うけれども、なんとなく理由をね、つけるとしたらこうじゃないかって言ってたのが、葉巻ってニコチンが含まれてるんですね。で、肺喫煙しないで口腔喫煙するので、吸収されるとしたら、まあ、肺に比べてちっちゃい舌の粘膜で吸収するか、あるいは唾液として塩化する、飲み込むですよね。で、ニコチンっていうのは言ってみれば人体にとっては毒なので、入ってきたら腸とかが全動運動をするんじゃないのか、排出するために。だからお通じが良くなるっていうのもあるんじゃないのかっていうのと、あと、煙ですね。煙が唾液に溶けてそれも飲み込むじゃないですか。葉巻の煙っていうのはタールが含まれてるんですよ。まあ何でも燃やせばタールが含まれてるんですけれども、タールっていうのは油なんですよね。だから滑りが良くなるんじゃないのっていうふうに、いろいろ考えつきそうなことをね教えてくれたんですけれども、それもあるんじゃないのかなと。ではね、できればね、俺ね、葉巻ね、女性におすすめしたいんですよね。お通じが劇的に良くなるってこと。葉巻ダイエット、葉巻で毎日スッキリ生活みたいな感じでね。唾液腺は自律神経支配で、ストレスを感じると唾液分泌が抑制されます。つまり美味しい葉巻はストレスを感じない素敵葉巻ってことですね。そういうことですね。さすがだね。葉巻を吸うお医者さん最高ねえ。そういう人にねたっぷり吸ってもらいたいですよね。お通じが良くなると健康体ってことですね。その通りです。だからね、そういうふうな体の機能もあるだろうし、もう反射的なものもあるだろうから、もう葉巻吸ったぞっていうことは、出るぞ出すぞみたいな感じのがあると思うんですよ。だからね、ずっと霜の話ですけれども、俺起きたら一杯コーヒー入れて葉巻を必ず吸うんですね。そしたらしばらく経ったらトイレ行きますから。
あ、出るっつって。うん、切り焼きさん、私は葉巻を吸うとたまに頭痛になります。うん。葉巻ってね、タバコの違い結構聞かれるんですけど、違いのうち一つは、大気喫煙するかしないかってことなんですよね。小学校の理科の授業で受けたと思いますけれども、肺っていうのは広げるとテニスコート2面分になると。で、肺から吸収したニコチンは一瞬で全身に回るんですけれども、葉巻の場合は、まあ、副流煙も吸いますけれども、主に、舌で吸収して、あとは飲み込むので、血には紙巻きタバコに比べればそんなに入らないんですよね。で、頭が痛いっていうことは、血が何か影響していることになるんですけれども、一番多いのは、締め切った狭いところで喫煙すると酸欠状態になるんですね。これね、シーシャなんか一番そうですけれども、シーシャは特に炭も燃やしますから、二酸化炭素と一酸化炭素はめっちゃ放出されて、要は酸欠状態になるんですね。頭が痛くなるのって酸欠なんですよ。葉巻初めて吸った人とか吸い慣れない人が、ああ、ヤニクラしてきたっていうふうに言う人結構いるんですけど、ヤニクラのことをもし、急性ニコチン中毒のことをそう言ってるのであれば、それは違うんですね。急性ニコチン中毒って、救急車出動する事態なんで、そうじゃなくて、頭がキリキリ痛いとか、こう、胸がなんかきつい感じになるっていうのは、酸欠なんですよ。だからね、わかりやすいので言うと、外で吸うとなりにくいんですよね。特に吸い慣れない人とかだと、狭いシガーバーとか締め切ったところとかでこうグーって本で吸っちゃうので、さらにそういうふうにね、酸欠の度合いがきつくなってしまうっていうのはあるんですよ。先ほどの重さと濃さの話に似てますが、ボディとニコチン濃度の理解があやふやなので、どこかでご教授いただきたいです。ああ。覚えてたら、あと気合があれば 動画編集してやりたいと思いますけれども。ニコチンの濃度はね、強ければ、当然ヘビーっていう風な言葉で表現されるので、例えばパルタガスとオールドモントレーとかを吸い比べると、きつさ重さが全然違うんですよね。でも、オールドモントレーは軽いっていうわけじゃないんですよね。しっかりボディがある。要はこうニコチンの場合濃さですけれども、ニアイコール重さ。でもライトなブランドを吸っても、しっかりコシがある、重さも感じ取れる、ボディがあるっていうのは、感じ取れる味覚にきっちり輪郭があるってことなんですよね。だから味わいがきっちり出てるかどうか、そこのところの違いを見て吸ってもらうと面白いかもしれないです。基本を締め切って吸うから、それだと思うんですよね。多分。でも人によって違うから。はじめまして。はじめまして。私はハードリカーと合わせると大丈夫ですが、コーラと合わせるとヤニクラになる時があります。うん。面白いですね。それは、ハイボールとかもそうなんでしょうか？要は炭酸が、何か影響してるのかって思うのが一つと、あとハードリカーだったらアルコールの作用でヤニクラしづらいのか、
アルコールの作用でね、あの血流が良くなって、そうすると、ヤニクラしづらくなるのか、まあ、ここでヤニクラっていうのはあの酸欠っていう意味で言ってるんですけれども、ヤニクラカフェインにも関係してるって話は聞いた時があります。そうですね、あの基本的に血の巡り、血がどこに行くか、血に何が入ってきたかっていうふうなことで、影響がしてくると思うので、カフェインもね、薬物だからね、何か相互で作用してるのかな、それもあるかなっていうふうにも思います。これはね、あの本当に体質は千差万別、肺活量も千差万別、呼吸のテンポもね、千差万別なので、一般論でしかね、なかなか言えない、その人だけのね特徴っていうのもあるので、これはもう好き嫌いレベルの話と同じなので、どうもねコントロールはできないんですけれども、それをね、お酒の飲み方もそう、全く一緒で、どう付き合ったら楽しくやれるかっていうふうなところを探っていくのも面白いところの一つだと思うんですよね。甘木とハードリカは最高ですね。そうですね。その組み合わせで、このお酒だったらこの甘木っていうふうに、自分でチョイスできると楽しいので。人によって葉巻をするのがね、早い人もいるし、遅い人もいるし、遅いっていう言い方は良くないんですよね。ゆっくり吸ってる。ですごい耐性のある人もいますし、もう1本で十分っていう風な人もいるので、それはもうお酒と全く同じです。もう1杯で十分な人もいますし、もうバンバン吸う人も、飲む人もいますし、これは1日に葉巻や6、7本ぐらい吸いますけれども、それがいいっていうわけではなくて、それが自分がいいっていうだけの話なので、それが正しい、正しくないっていうのはないですか。ハイボールは回せないのでわからないですね。ハードリカー、ウイスキー、カルバドス、ラム、ストレートです。ハードリカーで俺、葉巻合わせるとしたら、まあ、コニャクかラムですね、ほとんど。たまにポートとか。まあ、あとはフルーツ使ったカクテルとかですね。ソフトドリンクだと、まあ、さっきから飲んでますけれども、コーヒー飲料とか、あとはコーラとか、ドクターペッパーとか、美味しいですね。あとさっきも言った通り、葉巻って油が含まれてるので、油とすごい親和性があるんですよ。だからね、油が入ってる乳製品ドリンクとか、牛乳が入ってるものとかはね、すごく合います。で、吸ってると煙熱持ってるので、口の中がね熱くなるので、冷たい飲み物がね合いますよね。まあ当然ホットコーヒーでもね、ホットカフェラテでも合うんで、要はね大体のもの合います。合わないものはキレがいいものですね。葉巻の特性とあんまり合わない。だから日本酒とかシャンパンとか、ああいうドライなものとか、ドライなビールとかもね、あんまり合わないです。ただそれは一般論で、マリアージュって全然これ組み合わせてどうなるか、もともと合わないよ、想像もつかないよっていうふうなものから新しいものが生まれることもあるので、で、それの好き好み、まあ好き嫌いもその人自身のものなので、いろいろチャレンジしてみるのが面白いと思います。6、7本羨ましいです。でもね、いいか悪いかはその人によりますよね。マール君、炭酸系は血液中の酸素欠乏になって、欠乏した酸素を取り込むために血流が良くなるので、その際に葉巻のニコチンを通常時より含み、ヤニクラになりやすいかもしれませんね、多分。おぉ、知見ですね。もうこういうふうになんか、みんなでいろいろ情報を出し合うと、こういうふうな意見も聞けるので、面白い。まだまだ弱いのでトルペドは吸い切れなかったです。まあ、ものによると思いますんでね。いろいろチャレンジしてみるといいと思いますよ。
であればライトな、ね、ブランドのトルペドとかをね吸ってみるっていうのもいいと思いますし、最近だとねオヨデモントレエピクルナンバー3がねトルペドで出たので、あれはライトなブランドなので、それをね試して吸ってみたらいいと思いますよ。苦手意識をね持っちゃうとね、どうしてもちょっと手が出づらいっていう風なところもあるとは思うんですけれども、それでもね、探っていくとまた新しい発見があったりする。チョコレートリキュールと牛乳のカクテルとか合わせてみたいですね。美味しいですよ。だからね、スタバのフラペチーノとかはね、すごい葉巻に合うんですよね。あれね、持ち帰らずにそこで吸わせてくれたら最高なんだけどな。スターバックスさんはね、禁煙なんでね、おかしいなぁと思うんですけど。6、7本はすごいですね。すごいかもしれないけど、いい悪いはまた別なんですよね。でお酒飲みに行ったらね、7杯も8杯も飲む人とかも中にはいらっしゃいますけれども、それいいかどうかって言ったらね、また別の話で、ね、聞くと、いや俺コスパ悪いからさ、みたいな感じにもなるかもしれないし、ね、デカ盛りとかね、すごいたくさん食えるけれども、それがいいかどうかっていうのはまた別の話なので、フードファイターじゃないんだから。なるほど、試してみます。試してみてください。ん、今までで最高で1日に何本吸われましたか。ああ、ハマクスキーさん、いい質問ですね。1日っていうのは日付が変わってからまた次の日付が変わるまでですよね。それは1日13本です。ハバノスってドレスボックスって上下2段になってて、上13本下12本の25本入りなんですよね。キューバにバラデロっていうビーチリゾートがあるんですけれども、丸一日オフで何もやることがなかった時に、そこのビーチ、バラデロのビーチって、デックチェアあって、等間隔に、このぐらいの高さの、石の灰皿がビーチに置いてあるんですよ。で、エクスクルーシブなので、飲み物全部タダなんですね。で、そこで、買った、今もうないんですけど、ボリバーのヒガンテスっていう、葉巻の箱1個持ち出して、朝からずっとダラダラ酒飲みながら吸ってたんですよ。そしたら、もうとっぷり暗くなって気がついたら上1段なかったんですね。上1段なかったっていうことは13本吸ったっていうふうなことになるんです。さすがに吸いすぎたなっていうふうにその時は思ったんですけど、今やれって言われても多分無理です。でも全然これね、自慢するようなことでも何でもなくってもうちょっと考えて吸えよって話なんですよね。やばいですね。ということでね、ようやくまあこんな感じになったんですけれども、総括としてね、この葉巻はもういいかな。もう吸わない。だこういうふうにね、吸った時のない葉巻を吸ってみないと別のものとの比較ができないので、これを吸うことによってこうナレッジが生まれたっていうふうなことですね。勉強になりましたね。あと12本ですね。マロ君、何があと12本。1日24時間しかないんだから25本吸うのは無理でしょ。短い葉巻だったらいけるかもしれないけども、だってロブスターって1時間ぐらいかかるんだよ。オーバーするじゃん。飯食う時間がないという、ね、それやると。はい、ということでね、マジかよ、同節28人。よくまあこんなね、何の変哲もない葉巻、変化のない葉巻を吸いながらね付き合っていただきましたっていう風な感じなんですけれども、ね、まあそんなこんなでね、
またね、木曜日にね、ちゃんと時間が空いてればね、事前に告知したいと思いますので、ライブ配信をしたいと思います。その次何しようかな、その時は。9番シーガー吸いてえな。うん。じゃあそういうことで、またライブの時にお会いしましょう。さようなら。